はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはるです。今日はこちらですね。レゴトイストーリー3のウェスタントレインチェイスです。はい、こちらなんですけども、トイストーリー3ってご覧になった方いますかね、うん、トイストーリー3の一番最初のシーンで出てくるあの機関車、うん、あれがレゴ化してましたね、うん、あ、知らなかった。トイストーリーのレゴが出てるなんて全然知らなかったよ、あ、爆弾まで入ってるの。そうだね、爆弾もあったり、まあ、いろいろ、劇中のシーンが再現できるみたいですね。あ、ハム、はい、機関車はこのような感じになっていて、他にもですね、トイストーリーのキャラクターのミニフィグが6体入ってますね、うん、これブルズアイでしょ、うん、ハムでしょ、うん、バズ・ライトイヤー、ジェシーでしょ、うん、ウッディ、レックス、以上の6体が入ってますね、うん、あれがないんだね、でも、うん、あのポテトヘッド、そう、ポテトヘッドがないんだよ。ポテトヘッド敵役なのにね、うん、うん、では早速開けて作っていきましょうか、うん、これで気になるのはレゴの、電車シリーズあんじゃん、 あれで走らせられるのかってことだよね、うん、レールの上に乗っけられるのか。ほら、ミニフィグバラバラになってるよ。本当だ。これだったらレイちゃん作りやすいね、うんうん、では全部で5袋ありますね、うん、それと、ミニフィグの袋が2つか、うん、作るためのブックレットが2つついてますね、うん、今回はステッカーないです、うん、では早速作っていきましょう、うん、はい、ということで完成しました。こちらがレゴのトイストーリー3ウェスタントレインチェイスですね、うん、いやー結構いいね、うん、機関車のレゴってのは初めて作ったけど、うん、しかもスムーズに動くよね、うん、だけどこれ淡水車ついてないよ。あ、そうだね、うん、淡水車ついてないよね。まあこれはほらおもちゃの機関車だから、うん、アンディが遊んでるおもちゃだからさ、うん、だからいいんだよ、淡水車ついてなくたって、うん、はい、まず、ミニフィグを紹介していきましょうか、うん、まずレックスですね、うん、こんな感じです、うん、レックスね、いいのがちゃんとね足動くでしょ、うん、足動いて、うん、尻尾も動くよ。あ、尻尾横に動くね、うん、で手も両手一緒に動くけど 前の手も動くね、こうやって、うん、前足か、前足もちゃんと動きます、うん、はい、続いてこちらがハムですね、うん、ハムはあの貯金箱なんで背中に穴開いてるね、うん、あとここですね、ここちゃんとコインが取れるようになってる、うん、ここが細かいね、芸が細かいですね、うん、ハム顔もちゃんと似てるね、うんうん、こちらがウッディとジェシーですね、うん、でこのミニフィグはねちょっと変わってて足が長いんだよね、うん、通常のレゴ1個分ぐらい長いのかな、うん、ちなみにバズライトイヤーこんな感じ。バズの方が足短いんだよね、うん、バズが普通のレゴだ。そうそうそう、これが普通のサイズですね、うん、でウッディとジェシーだけすごい長い。これなんでかっていうと、このブルズアイに乗せることができるんだよね。で、このブルズアイの背中のこのパーツを抜いて、これね、うん。そしたらウッディとかをここに差し込むと。こんな感じですね。こんな感じで乗せることが、うん、乗るっていうかこれ、差し込まれてる感じだけどね。ブルズアイの方は足が前と後ろにこんな感じで動きます。うん、パカッパカッパカッってやってるからね。うん、ただ、足両方とも前足くっついてて後ろ足もくっついちゃってますね、うん、はい、そしてこちらがバズライトイヤーですね、ドゥエンプリーアンビオンですよねあ、残念だけどね、手はここまでしか上がりませんね。うん、残念だから、ね、飛んだ感じにはできないけど、でもちゃんとね、ちゃんと羽がついてるね、これは素晴らしいですね、うん、はい、そしてこちらが機関車ですね、うん、すごく可愛いね、うん、あのディズニーランドに走ってるような機関車だね、うん、で前輪はこのような感じで曲がる風になってますね、うん、後ろもこんな曲がります、うん、ちょっとね、だからやっぱりレールがあった場合こう曲がれるんじゃないかなと思うね。そうだね、うん、素晴らしい、うん、で連結部分は磁石になっております、うん、こんな感じで外せるね、うん、ここは機関室ですね、うん、で2番目がこの貨物庫みたいなやつだね、うん、ここがですね横にスライドして開くようになってます。で中になんか何やら宝箱みたいなのが入ってて、うん、でこれが実は爆弾なんでね、うん、そしてこの部分が、パーツをこうやって引くことによって、うん、こう下に下がるね、うんうん、そして次にこちらが3両目ですね、うん、これは客車になってますね、うん、特に椅子とかはないんだけどね、うん、あのここにグレートウエストっていう風に文字盤がありますね、上の屋根がこんな風に取れるようになってまして、うん、この中に人とか入れられるね、うん、ウッディとか入れちゃってもいいから、うん、ちょうどいいよ、これほらちょうど顔がここにあるちょうどいいね、うん、ちょうどいい、はい、そしてこれが最後尾だね、うん、
最後尾の車両です。これ何なんだろうね。後尾車両。後尾車両何なん、これ何なのかちょっと分かんないけど。これも人乗せられる。そうだね。上が開けられるので人を乗せることができますね。じゃあ今度はバズで。バズで乗せられないかなこれ。あ、そうだね。背が低いからさバズ。背が高いやつじゃないじゃん。そうなんだよね。だちょっとあ、ウッディも顔がちょっと見えてる。そしてこれなんですけど、7597ってこれね、何なのかなと思ってたんだよね。そしたらこれでございました。型番だね、今回のレゴの型番の7597、これので、番号がこちらにも書いてあった感じだね、はい、そんな感じでレゴのトイストーリーやってみましたけど、なかなか面白いね。っていうかね、本当にスムーズに動くからこれがいい感じですね、お、いいじゃんこれ。バズブルザイ、バズがブルザイ、バズがブルザイに乗ってんだ、あ、ちょうどいいね。やっぱりちょうどいいじゃん。バズがブルザイに乗ってんのが一番いいよ。ちょっと、で反対に降りてしまった。ああ、後ろに間違えて降りちゃった。助け、トゥワンサーディアビオズ。バズ助けてくれた、ありがとうバズ。あ、ねえ大丈夫か。これはマリ、あ、ハムスター、あ、いた。ハムスターじゃない、ハムだよ。この汽車はワリが動いた、だから俺が操作する。ポチッ、はい、ということで今回はレゴトイストーリー3のウエスタントレインチェイスでした。